店の中こんな感じですよ。はい、皆さんこんばんは。ペヌソラロングラータです。万歳大家です。今日はここね、PD スクンビ、ソイ71、プリディパノムヨン通り、PD っていう通称で言われているここのあそこにね、36か向こう側だと36なのね。こっち側があのスクンビット通りで、こっちがペブリ通りですよ。そのね、あたりに、なんと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 、はいはいはい、新しくね、ベストビーフ、ボンヌットの有名な焼肉ビュッフェ店、ベストビーフがね、新しくできちゃったんですよ、ここに。今日はここでねちょっといただいてみたいと思います。あとねいただくものは同じなんですけどね。ちらっとハロウィンだね。こういう感じでね、奥がちょっと深いみたいです。今ね時間は、5時40分。今日日曜日なんだけどね、意外とお客さん少ないです。はい、ベストビーフに来ています。ペルソナノングラータです。お店の中こんな感じですよ。ちゃんと牛タン3皿来てますね。はい、ラストはえのきバターの肉なしで。これも借りれました。今日曜日の6時半過ぎだけど、お客さんがそんなにたくさんいないのがいいですね。まだよく知られてないんだと思います。今日30日なんでね、なんかくじ引きをしたら、なんかこういうね、お菓子みたいなのをね、景品でくれました。それとね、ボンヌットのベストビーフでね、働いてたあの女性の店員さんがね、なんか挨拶してくれました。なんか私のこと覚えてるみたいで、ペルソナノングラータだけど覚えてくれるんだね。ありがたいと思いました。それじゃあ帰ります。